そうだ、すごい。みんなレッツ好きで、だから、レッツっていうだけでももうみんな、それだけでもリスペクトしてくれるし、やっぱね、浦和はすごいっす、マジで。昔なんか京都いた時に SNS の講師が来て、で3時間ぐらいこう話していただいたんですけど、最後にやらない勇気っていう言ってて、もちろんいろいろ気をつけながらも、本当に自分が気づいてないところで、ね、何か拡散されたりとか、何か起きた時にはもう止めようがないから、だから本当に一番大変ですけど、やらない勇気っていうのもすごく大切なんだなって思って、だからもう本当しばらくは勇気持ってやらないです、ね、いいと思うよ。そうは言いながら、セルが向こう単位と決まったのもさ、はい、SNS で当然知ったわけだしさ、俺は。そうなんですよ。そうやって情報っていう部分で、まあ、例えばこっちで活躍すれば、その情報もね、日本に、うん、SNS を通して届くわけですし、うん、まあ、そういったところは、また SNS のものすごくいい部分だし、まあね、そういった部分でみんな活用すればいいんですけどね。そうだよね。でもしょうがないです、僕は。チェンマイ？チェンマイです。で、大きい町だよね。そうそう、バンコクに続くその2番目の町 で、すごくなんかこう、バンコクと違ってこう田舎っぽいその都会なんで、こう周りに山とか、すごく空気が綺麗ですけど、まあ、ショッピングモールとか結構日本食が多かったりとか、ただ、まあ、今はコロナっていうのもあるんですけど、まあ、人も全然来ないんで、すごく落ち着いた街って感じですね。すごい住みやすいし、なんか人がめちゃくちゃいいですね、タイって。みんな優しい。なんかみんなコプンカーとか言って、すごいこう、ほんと優しくて、そのサッカーする環境はめちゃくちゃ整ってて、グラウンドも綺麗だし、ジムとかもめちゃくちゃ充実してて、うん、そのイメージしてるのとほんと違いすぎて。チェンマイユナイテッド？はい、チェンマイユナイテッドです。なんか、一部です。一部か。5年で4回昇格してるんですよ。できて5年で毎年昇格して、うん、で今年初めてそのタイの一部リーグを戦うチームです。なるほど。だから本当に下から、例えば日本だったら JFL なのかなとか、もう関東一部リーグぐらいから JFL、J3、J2、J1 っていう感じで。すごいね。だからすごいめちゃくちゃこう気合も入ってるし、やっぱ今年にかかる期待っていうのはすごく大きく、外国人選手が、昔サヌキにいたブラジル人いるんですけど、エブソンって。僕対戦した時にめちゃくちゃ喧嘩したんですよ。僕が2016年京都でやってる時に、ホームの時に PK で得点した試合があるんですけど、その時彼出てて、その時のその前半のハーフタイムにめちゃくちゃ言い合って、もうめちゃくちゃ言ったんですよ、本当にポルトガル語で。だからこっち来て会うのがもうめちゃくちゃ緊張したんですけど、大丈夫でした。一応俺の2個下なんで。あ、そうなんだ。どうしようかな。そう、上から行こうか下から行こうかっていうところで、まあとりあえず下から、うん、あの時はごめんねみたいな。結構でかいんですよ。だからあんまり調子乗るとこうやられちゃうんで、ごめんっつって。そしたら今めちゃくちゃ仲いいです。他の外国人2人も僕と同じ年で、ですごいよくしてくれて、毎日ご飯行ったりとか、一緒に練習場行ったりとか、コーヒー飲み行ったりとか、めちゃくちゃ充実はしてます。外国人はブラジル人が3人の、はい、いや、ブラジル人1人と、オランダ人と、フランス人と、日本、まあ、日本人、はい、日本人です。日本人で。はい。すごいね、そんなバラバラなんだ。はい、そう。なそっちの方が逆にいいんすよね。こう、まとまらないっていうか、固まらないんで。はいはいはい、はい。だからみんなこう英語で喋りながらだし、うん、で監督も大槻さんが浦和レッズで監督してる時に1週間浦和レッズにこう勉強しに行ったりとか、本当に日本のサッカーが大好きで、1ヶ月ぐらい研修に、うん、まあ、マリノスとかレッズとかいろんなチームに行って、で大槻さんとの写真も見せてもらって、大槻さんのオフ写真が結構やっぱ可愛いんですよね。気合い入れてる時はすごいんですけど、うんうん、ただただだろうね。そうそうそう、すごい。タイの人、はい、タイの人です。タイ人で41歳なんですよ。結構若いんですけど、めちゃくちゃ勉強家で、うん、すごくいい人 で、まあ、僕のことずっと前から知ってくれてたらしくて。なるほど、なるほど。で、なんか僕の話見てるんだね。そうなんですよ。で、なんか一番好きな選手は柏木陽介らしいです。取ってよ。だからそれ言われて、うん、あ、柏木陽介が好きなんだ、なのに俺を取ったのみたいな。アジア枠で俺を取った
ってくれて、よかったなと思って、危ねえっつって。でも、ヨウスケもね、海外のオファーね、会ってみたいだけど、家族のこととかね、まあ、コロナもあるからなんて。はい、そうですね、でも結構なんか、ヨウスケ君のプレッシュみたいなのもできてたんですけど、めちゃくちゃ頑張ってますね。すごい、ひたむきにサッカーしてるし、うん、やっぱ、うまいっすね、あの人は。サッカーがうめ、普通に。まあ、でもみんなサッカーが好きなんだよね。そうなんですよ、もうサッカーが大好きで、僕もそうですけど、やっぱ、この前練習試合20分ぐらい出たんですけど、やっぱピッチ入った瞬間に泣いちゃったよね。いろいろありすぎて、いろんな思いがこもって、しかも膝も怪我してて、そうやってまたサッカーの試合に出れるってやっぱ思ってなかったから、その瞬間に泣いちゃうよね。サッカー好きだから。なるほどな、まあ、でもサッカーできる喜びを今タイで頑張って。あれ、じゃあ細貝のところは試合したりするわけ？そうですね、ただはじめくんがちょっと今契約状況がちょっと分かんないですけど。あ、そうなんだ。一応そう、はじめくんがタイに残るんだったら対戦します。なるほどね。タイはいっぱいいるんでしょ、はい、日本人の選手結構いるんですけど、ちょっとチェンマイにはいないんですよね、うん、結構なんかバンコク周辺にチームがめちゃくちゃ揃っていて、だそっち系に結構日本人はいるんですけど、結構ちょっと離れてるから、こっち側はもう全然日本人いないですね。韓国人が何人かいます。だからそのブリーダムだって僕らが、はい、だからもうタイかバンコクからまた飛行機乗って、そこからまたバスってすごい移動なんでしょ。そうなんですよ。だからまあチェンマイも空港がないところとかだと、うんうん、もうほんとバスで5時間6時間移動とかなんで、この前も練習試合で日帰りで5時間のところまで行ってきました。え、そこは自宅なの？これ自宅です。一応こんな、はい、こんな感じです。おいい待遇なの？はい、いい待遇です。あ、そう。はい、よかった。おかげさまですごい。まあ、ただあれですよ、もともといる外国人とかに比べたら、まあ、全然ですけど、まあ、すごく待遇はいいです。本当、はい、まあ、今年のじゃあ活躍次第ではまたこの先も。そうですね、なんかあとやっぱなんかタイはその社長のあれで全部決まるんで、うん、言ったね、社長の機嫌が一つで、うん、でそれでなんか初日、まあ、めちゃくちゃ暑いんですけど、僕契約するときにスーツで行ったんですよ、うん、スーツで行っただけでもう代表は俺にめちゃくちゃリスペクトしてくれてるんだみたいな。すごい気に入ってくれて、うん、ですごいなんかいろいろ話をして、 ACL が目標って言ってて、まあ、僕 ACL でねずっと活躍してきたんで、うん、まあ、そういった意味でもなんかそういう経験とかそういうのをどんどんこうチームに落としてほしいし、で ACL の目標を達成すればもう好きな年数契約してあげるよみたいなの言われて、えっつって。まあでも本当そういうすごいなんかそんな感じなんで、まあちゃんと活躍するのと、こっちだとフォワードじゃないんで、なんかこう守備の時はボランチですけど、オフェンスの時にはこうなんかトップ下気味、ただまあ自由にこう走り回っていいよみたいな感じで、真ん中センターで走り回って感じ。そう、2トップになんかすげえバケモンフォワード2人いて、オランダ人とフランス人、うん、その2人に、まあ、パスしてって感じですね。そう、オランダ人はその2部で17ゴール9アシストしてるんで、ユンカ並みに左利きだし結構やばいです。大きいの？大きいです、大きいです。しかも細いんでめっちゃ足速いし、パンチ力ともやばいです。なるほどね、いるんだね世界でいろんな選手がね。いやー、いますよ、びっくりしますよ。なんかもう一人のフランス人なんかはそのパリ・サンジェルメンでプロデビューしてるんで、あ、フランスの、結構やばいよ。そうだね、もうあなたも浦和レッズで13歳でデビューしますよね。はい、アジアで浦和レッズって言ったらこっちでもそうですけど、みんな知ってて、あ、本当。なんなら陽介くんのユニフォームとか普通に持ってるし、これ俺の宝とか、柏木って書いてある。そうだ、すごいみんなレッツ好きで、だからレッツっていうだけでももうみんなそれだけでもリスペクトしてくれるし、うんうんうん、やっぱね浦和はすごいっすマジで。ちょっとじゃあ、 浦和レッツ OB 遠征計画立てて。いやもう立てましょう。僕が あれするんで、うん、マネジメントスポンサーになるんで、うん、はい、お願いしますよ。今度は平野引退試合とかもそうだし、また会うこともあるからさ。そうですね、楽しみですね、平さんの引退で、まあ、はい、お願いします。レッツもね、ハートフルクラブとかも行ったりしてね。あ、すごいですね、やっぱそういうところもすごい浸透してると思うし、本当アジアもそうですけど、もうどんどんやっぱレッツはそのぐらい大きくなってるんだなっていうのは改めて思いましたね。シーズンは8月からいつまでなの？シーズンは8月の中旬から5月までですね、来年の。あ、なるほど
結構じゃない、長いんだね。そうだ、ちょうどだ、僕としては本当1シーズン戦えるんで、まあ、そこに関してもすごく1年間しっかりとできるっていう環境に来れたの、そこは良かったですね。じゃあまたどっかシーズン中で話聞かせてよ。はい、お願いします。ちょっと最後にさ、はい、離婚はしてないの？してないっす。それで大丈夫？僕さ、一応まあここからですね、自分が許してもらえるかどうかってところは、いろいろな意味で再スタート頑張ってください。はい、ありがとうございました。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。